い、始まりました、プリットチャンネル、ハローアゴキング、またいき。今日はこちら星のコーヒー店さんに来ております。星のコーヒー店さんといえば何かわかる、はい、コーヒー。俺の聞き方が悪かった。パンケーキスフレ、あれが有名だから、はい、ダブルってのがあるんだけど、それをさらに2つ頼んで4段にして食べちゃう。ダボダボね。行きましょう。行きましょう。こちらコーヒーのメニューがこれだけあります。今日食べに来たのがこの玉焼きスフレパンケーキ。シングルサイズのスフレパンケーキが550円で、ダブルが700円。普通のプレーン以外にも様々なのがあって、トッピングとかもある。スフレをドリアにしちゃってる面白いメニューもあるね。でん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 スフレパンケーキダブルを2つ頼んで重ねちゃいました。コースですね。これを食べちゃいます。ダウンダウンで傾いてます。すごい泡立ってるけど、普通ホットだったら多分泡立ってるの普通なんですけど、アイスはあんまり泡立ってないもんなんだ。知らないですか。いや、よくわかんない。アメリカンとかそういうコーヒーしか飲まない。コーヒーについてくるじゃん、ミルク。あ、フレッシュ。あれ実はだって、あ、乳製品じゃないですよ。あれ油ですよ。あれって牛乳じゃないんだ。あれ牛乳じゃないです。わかりました。泡が甘い。泡が甘いのか、泡が甘いのか。泡が甘いはちょっと本当カットで切ってみましょう。柔らかい。これ見て、これ柔らかそう。ふわふわ、食べたい。すいません、です。これがバターだね。あ、これバターなんですね。うん、めっちゃうまい。こんなにふわふわなものある。ふわふわすぎて潰れちゃってるんですよ、重みで。一品注文するとメープルか、うん、蜂蜜か黒糖蜂蜜2つ分頼むんだから、メープルと蜂蜜。おー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 、食べ放題、使い放題、当たってる。湧き出てます。源泉流しっぱなし。このメープルかかってるところをいただきます。あんまうま、止まんない。柔らかすぎて逆に切れづらそうですね。埋まってく。1個ずつだったら多分好きやすいんだけど、クッションがもうありすぎて。でベッドと一緒で、柔らかすぎるベッドはあんまり良くない。良くない。蜂蜜すごい溜まってるんでね。ここ蜂蜜、ここ蜂蜜逆に多分蜂蜜の味しないです。結構早めにさ、バター置いたから溶けまくり、染み込む。もう本当にスポンジ。いや、そうですよ。そろそろ、もらっていいですか。飲んでいいよ。え、ごめんごめん、気づかないとごめん。すいません、お火をおかわりください。メープルと蜂蜜の2種類あるから、飽きない。ほんと柔らかい、マジで。どのぐらい柔らかいですか。二の腕、腰の秋ぐらいですか。腰の秋か、知らないでしょ。どうだったかな、じゃないんですよ。あの、触ったことなかったっけ。まず会ったことない。会ったことか。だからなんで、多分聞いたことありますよ、会ったことあるんだったら。俺会ったんだよ。いや、マジでこれうまい。それは看板メニューですよ。うん、ちみかせます。もっとかけるんですか。ちみこませます。まあね、贅沢じゃないですか。袋かけてもいいんだよ。言ったらこのまま飲んだっていいんだよ。言ったら、言ったら、それかコーヒーに入れたりしたら美味しくない。言ったらね。あ、どうやら。え、ホットケーキ食べれないんで、これはいいんですよね。食べたい。あ、これ絶対でも美味しいですよ。どうどう、美味しい。僕甘党なんで。ちょうどいいね。ちょっとミックスしちゃおうかな。蜂蜜かかってる、はい、これネープルかけたらもうミックス。あんま甘ですけど、女の子からしたらもうとんでもないカロリー。カロリーモンスターよ。そんな気にしない。うん、ネープルの方が合うか。どうだろう、ここにせいかな。ダメ。結構本当にお腹いっぱいになってきた。一段でも結構量多いよ。作ったら洋食食べに行くとさ、ライスを食べるときにフォークの裏に、はいはいはい、こう乗せて、これで食べる人なの。あの、昔はそれがマザーだった味ですよ。そうだよね。今はこっちでもいいらしいです。テーブルもあって日々変わってますから。一番前とか嫉妬しと、嫉妬しとに嫉妬しちゃう。あ、もうやばい、まいっちゃう、まいっちゃう、まいっちゃう。最後の一個、まいっちゃう。もう無理しないですよ。頼んでいい。まあ、しょうがないですね。お水
すいません。いただきます。うーん、星のコーヒー店さんのスフレパンケーキダブルを重ねてダブルダブルのホースホース、これをいただきました。ということで皆さん、はい、よかったら食べに行ってみてください。 Twitter、Instagram やってますのでフォローお願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。星のコーヒー店さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アメリカンコーヒー薄いんですよ。コーヒー薄めちゃって飲んだら紅茶っぽくないかなとか、アメリカンコーヒーって薄いんですよ。